はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋真人です。はい、今回はね、郵送者の40話を感想です。いやー、郵送者もざっくりと見に行ってきたんですけど、霧の中の夢の話という設定ですけど、まあ、ちょっと面白かったなっていうのと、なんか来週パロディ会なんすかね。なんかどっかのフジテレビ系さんのあれに思えてしまったのは、41話の放送回思えてしまったのは気のせいでしょうか。N バーに、って思いつつ、まず、ウルトラマンの放送がまず、ここで先言っときますが、ウルトラマンの感想動画は今日ないです。ポケモンの放送も、今日放送お休みのためありません。なので感想はなしとなります。年末撮ろうと思ってすっかり忘れてた分は撮れますかっていうのをまとめてそっちで出そうかなと思ってましたので、ちょっとあれですけど、そんな感じでございますかね。ということで、感想動画は、ウーターマンのやつと、ポケットモンスターに関しては、お休みということで、お察ししてください。ということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。